マルコニアル福音。数日後、イエスが再びカファルナウンに来られると、家におられることが知り渡り、大勢の人が集まったので、戸チのあたりまで隙間も、隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、 4四,四人の男が中部の人を運んできた。しかし、群衆に阻まれて、イエスの元に連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを釣り下ろした。 イエスは、その人たちの信仰を見て、中母の人に、来いよ。あなたの罪は許されると言われた。ところが、そこに立法学者が数人座っていて、心の中で、あれこれと考えた。この人は、なぜ、こういうことを口にするのか。神を冒涜している。 神はお一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、 起きて、どこを、かずいて、かずいで、歩け、と、言うのと、どっちが、優しいか。人の子が、地上で罪を許す、権威を、持っていることを、知らせよう。そして、中部の人に、言われた。私はあなたに言う。起き、上がり、どこを、かずいで、家に帰りなさい。その人は、 起き上がり、すぐに床を担いで、皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って、神を賛美した。そうです、兄弟たちよ。いつも、えー、イエス e リストの奇跡の前で、 人々は驚きます。それは彼の目的。教会の選挙は一緒です。この世の人々は、まだ、まだまだ神を知らない人々は、驚くために、教会がこの世に置かれている。教会と言ったら、共同体と言います。挙動体と言いますから、といいますたら、やっぱり、と言ったら、 やっぱりあなたと私のことです。この長部の人は私とあなたです。なかなか歩けない。なかなか動けない。悪魔が私たちをそ、その投稿に圧迫する。貼り付ける。兄弟たちを。私たちは、その悪魔の偽りによって、悪魔の誘惑を 聞いて、それを受け入れることによって罪を犯してしまうでしょで、罪は私たちを殺す。私たちを非常に、えー、弱くなる。だから、本当に、このチューブの人は私とあなたです。相手を愛することはできない。相手まで歩くことはできない。本当に何もできない。 何もできない、巨大たちよ。でも、もし、何もできない人。奴隷に罪に奴隷されている人。相手といつも喧嘩する人。相手を受けられない人。相手に対して忍耐を持つことができない人い。すぐイライラする人。えー、セックスの奴隷の人。アルコール中の人。 そして、あなたと私は、たって、たって歩きえる、歩くようになるならば、歩くようになるならば、もし、あなたは、クリストに出会って、回復されたら、癒されたら、あなたの周りの人が驚く。そして、やっぱり、 見たことのない。つまり、見たことのない、見たことのない神を、今日、この人に怒られた印を通して見ます。見ます。教会はクリ,クリストを示すために置かれている。全世界に使わされている。あなたと私は、 クリストご自身が、教会の中で、私たちの中に、なさった、白紙をみんなに示すために、教会に呼ばれたのです。でこの白紙は何ですか前には、私を圧迫した、私を殺した、十字架は、クリストに出会った、 クリストの罪の許しをいただいて、立ち上がって、復活して、その十字架を背負って、歩くこと、命をかけること、相手まで行くこと、愛すること。前は、奥さんを愛するために、私はできなかった。力がなかった。前は、クリストの許しを受ける前に、 全ての人々は相手のために命をかけることはできない。だからその十字架である奥さん、囚人、その歴史、その周りの人たちが私たちを殺した。あくまが私たちに力があって、私たちを指導して、私たちの心から 精霊を取られた。あるいは精霊が悪魔の偽りが飛んでくると出てしまった。だから力がなかった。しかし、教会の信仰によって、その人々が信仰を持っていたでしょクリストがその信仰を見て、罪を許した。そう、あの、 中部の人を許したでしょ。で、私たちが、教会の信仰に受け入れられて、迎えられました。今でも私たちは、教会の信仰に養われて、歩むでしょう。共同体の中に私たちが呼ばれた、された。信仰に養われている。成長しています。そして、 四人の人たち。私、つまり、四つの福音を述べ伝える人。四つの福音。酔い知らせ。ケリグマ。福音。福音だけ。えー、傲慢の屋根を、に穴を開ける、開けることはできます。福音なしに私たちが病気である、さえもわからない。そして病気であ なんで病気となったということも全然わからない。識別がない。自分の事実が照らされていない。しかし、福音、その四つの福音、その四人が私たちを運ぶ。福音が私たちを照らしながら私たちをクリストまで運ぶ。降りる、あの、降りる、えー、道を歩ませるという意味です。 で、びっくりする。私たちが初めて驚く。どうしてクリストが私たちの先に、私たちの事実に入った。降りた。彼が天を開き、天の屋根を開き、そして降りた。人間となった。罪となった。十字架に張り付けられて罪となった。あなたの状態となった。あなたの奴隷の状態となった。私の奴隷の状態となった。 で、私たちが、福音に照らされることによって、はあ、降りて、降りて、降りて、自分の事実をわきまえていると、クリストに出会う。そしてクリストに出会ったら、さあ、私はあなたを許す。つまり、罪の許しを権威を持っている。証しとして、あなたの心を変える。クリストの 許しはただあの、洗濯だけではない。ただシャワーだけではない。ただ,ただの清めだけではない。クリストの許しは神のしるしです。だから新しい創造ができる、の,のできる、しるあの許しです。彼の許しの中には、そのあなたを改めてう、まあの、作る力がある。福音。 の言葉クリストの言葉教会の中で宣言される言葉詐欺に聞く言葉にはこの力がありますだから私たちがえ教会の中で新しいものとなる神の子となる神の子は自分の弱さを忘れないだからどこへ行ってもその床を前に苦しませた床をどこへも ね、あの勝利、勝利の印として運んでいます。私たちの証はこのとこです。私はここに死んだけど、今、このとこは私の救いの印となった。栄光の十字架となった。これは、教会の中でクリストがなさること。あなたと私のために。よい日を